確認がある。俺たち友達だよね。お金使わないでデートできる、うん、っていう日だったんですけど、うん、なんか熱出たって連絡来て。それか分かる。えっ、分かりますよ。やってきまーす。意外とうまくでしょ。こんばんは。今回の配信は、タイトルにもある通り、河原で七輪リターンズでございます。まずは買い出しから始めていこうとね思っております。はい、というわけでまずは今回の七輪配信は、上野駅よりスタートということでやっていきたいと思います。前回は買うところからやったんだよ、七輪自体を。で、超大変で、で七輪をその前回2年ぐらい前にやった七輪配信で、買った七輪をまだ俺は捨ててなかったの、偉いからね。それをもうキャリーケース持ってるといよいよあれだな、旅行海外の人だな。ついに俺のことが日本人と思ってる人になさそう。あ、もう見えてますね、あれですね、今から向かうところ、じゃん、こういうところの撮影許可取るコツ教えようか。バイトに聞くんだよね。ここの、うわーすごい、もうここが魚の匂いすごいんだけど、待って、 B2 から1階まで鮮魚と食品専門店吉池。皆さん許可が取れました。俺の手にかかればこんなの何がうめえんだろうな。あ、サンマだ、サンマ来ました。すいません、サンマ2尾お願いしていいですか。はい、七輪で焼こうと思ってるんですけど、はい、鮎ってどうですか。はい、美味しいですよ。じゃあ鮎1尾お願いします。ありがとうございます。鮎1尾で、はい、いただきます。あります。前回もトツ何人がいたしな、トツが食ってくれんだろう。ゲットしました、サンマと鮎でございます。一発目から生物を嗅ぐっていう大失態を犯したのでね、急いでいきたいと思います。お次はですね、お肉を買おうと思います。お肉を、僕初めてです。あ、同じこと2階に、なかなかないですね。適当にタクシー呼んだらもう一回同じ人。何が足りてないのかもう分かんなくなっちゃってるわ。食器というかは持ってんだよね。で、スプーンとフォーク持ってて、俺確か塩コショウが買ってないから、はっきり言って塩コショウあればオールクリアなんだよね。いいよ、今回はお前らに振る舞ってやるよ。俺が友達だからな。それはお前らがお金払って俺が食中毒やりましたってなったら責任取りますよ。俺はお前らのこと友達と思ってるし、お前らは俺のこと友達と思ってるの。なあ、じゃじゃーん、今から七輪でお肉焼こうと思って、なんかおすすめあったりしますか。トモとか、あの手羽先の開きとか、へえ、あとも七輪だったら焼き鳥の串刺さってるんですよ、焼き鳥焼き、はい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 、ネギマを2本、皮を2本、肉を2本、一旦手羽先7枚お願いしていいですか。鶏つくね4本、すいません、ぼんじり4本もらっていいですか。でもこちらにお出ししてるのが、はい、これが人気ナンバーワンですよ。入りとなし3本ずつで、これどんぐらい入ってますか。どんぐらい、何、結構入ってますね。今こっちで10本、はい、でこれが16本、焼き鳥で16本、はい、で手羽先が7本、はい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 、でソーセージ、うん、お願いします。それで、はい、ありがとうございました。こちらでございます。皆さん、いい買い物しちゃったってわけ。近くのコンビニだけパッと行っちゃおうか。塩コショウ箸だけ買って、もう現地行っちゃっていいと思います。これを七輪する場所は前回と同じ場所ですね。僕の初めて100万再生行った動画があるんですけど、そのリターンズっていうことで今回、配信をしております。市川市にありますね。河川敷にて、七輪ができる場所があるので、そこに向かって七輪をしようと思います。はい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 、どうもどうも。いつもありがとう。塩とコショウとなんか使いそうなやつだけ買ってきた。すごい偉いんだね。荷物多そうだから。お前偉すぎるだろう。危ねえ。注意しそうだった。すべてのものが揃ったと思われますので、今から、市川へ向かおうと思います。タクシーの代金8170円ですよ。俺はこの幸せのためにさ、
今日だけタクシー代1万以上払ってさ、頼むぜ本当に、絶対成功させような。俺今からここ登んの、このキャリーケースを。って嘘でしょ。あーグランピングにすればよかった。今は思うんだよ、そうやって。でも食った時にね、全部意見が変わるはずだから。そうなんだよ、今だけなんだよこの苦しみってのは。うわマジでランタン持ってきてよかった。俺成長すんなら、おいかも言ってたもんな、才能が開花するのはいつかわかんねえってさ。ゆっくり待つんですよ人っていうのは。それが今日俺は集大成。俺がマジで騒音はやめてくれ。お前舐めんな、ここに騒音もクソもあるか。なんもねえだろ。この暗さ見りゃわかんだろカス。今荒ぶっておりますが、ご飯を食べたら変わりますんでね、私のこの荒ぶった人格も。よいしょ、お待たせ。いやマジで持ってきてよかった。ということでライト、うん、よかった、用意してきて。編集点作っていいですか、 YouTube 用の。それでは準備開始。前回買った七輪、網もしっかりあります。前回のゴミもついてますね。じゃん、まずは火起こしをパッとしちゃわないといけないんで。いやでも夏にやると安心感があっていいね。あのさ、今俺ケツびしょびしょだもん。来た、やばい、持つもんない。ほい、あーやばい。この上に俺は炭を置いちゃう。炭を育てないと火力絶対足んないんだよね、着火剤だけだと。じゃあ炭を育てることを意識します。え、一人目ですか。一人目だよ。お前偉いな。ありがとうございます。何買ってきた？おーおーおー、まず虫除けスプレー。あ、お前最高だな。宮崎のホルモンが。おいおいおい。ちょっと溶けちゃったんですけど。おいおいおい。ホルモンだってやるね、お前。こんばんは。なるほど、女性が来るのね。ありがとうございます。ちょっと、何が欲しいかわかんなくて。とりあえず、暗いレンズ？ありがとうございます。一番いいの入ってるよ、このアイス。わーすごい。このアイスと、あと、まぁ、あ、ちょっと調子に乗っちゃって一緒に乾杯して。そりゃそうだよな。乾杯しようぜってこと。ちょっと一個お先上げしてもらいたい話があるんですけど。お、今一番ちょうどいいよ。お父さん、VR ちょっと、うん、で、ホストやってたじゃないですか。うん、やってた。私、先月初めて担当ができて。先月40万使って、おー、今日本当は天外って言って、うん、お金使わないでデートできるって日だったんですけど、うん、なんか熱出たって連絡して。なんで担当まで行ったの、なんでその人の。え、顔が好き。もう顔がタイプ、顔がタイプです。うん、40万っていう金額自体は高いと思うよ。その人と2年一緒にいたとするでしょ。はい、でも本当はクズ男だったの。はい、でそれを40万で知れたと思ったら安くね。なるほど、そうでしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、燃やしておきます。ちょっと待ってくださいね、サンマはちょっと分けることできるか怪しいんで、男性陣だけで食いたいやつだけ つまむって感じで。串はみんなに分けれるから待ってて。あ、でもちょっと待ってね、確認がある。俺たち友達だよね。友達だよね。はい、そうだね、友達です。よかった。友達じゃなかったらあげられないからさ。おー、こちら、サンマ、乗せまーす。じゃーん。あともう一匹、アユがいるんで、サンマ食べ終わったらアユ行きましょうか。塩コショウもしっかり買って、この時点で塩コショウってすんでしょ。俺学んだんだよ、料理を。おい。おい。いやもう良さそうじゃねえよ、たわけ。黙れ、まだだ。乾杯しよう、一回。もう飲める段階に来た、俺、これ。はい、節分を守ってくださいね、皆さん。でも楽しみましょう。はい、ということで、皆さん、はい、はい。来てくれてありがとうございます。乾杯。はい、乾杯。いただきまーす。あー。おー、立ってった圧があんな。座れ、座れ。座ってくれ。多分もうこれサンマいけんだよな。ちょ、サンマちょっといっちゃおう、俺。いただきます。あかっ。うまっ。うんまっ。はい、どうも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 。それか分かる。え？わかりますよ。岩井さんでしょ。俺が地元に住んでた時の
美容師さん、小学生の久々っすね、マジで。え？マジ久々っすね。そうだよ。久々っすね。地元を売ったんでしょ。あ、売って、言い方悪いから。俺のあれですよね、中学厳しかったから、もう頭髪検査のこのさ、耳の、ね、うん、ここの、もう揉み上げなかったから、中学の時、校則が厳しすぎて。小学校最初じゃない？そう、多分小学生ぐらいで。今井翼にしてくれって母ちゃんが。女の子食べて、女の子が一番食べて最低お前らあと美味しいでしょ、よかった、担当のおりさんより美味しいです。あ、嬉しい。40万より上、そのソーセージ。たまらん。俺口で売られてんの神だな、マジで。ちょっと黒いな。いや、ちょっと待って、なんでそうなるの。早い早い、助けて。あ、でもうまい。うまいでしょ。うまい。ちゃんとうまい。よかった。で、最後の一個は僕がもらいます。これ、もらって、食べてない人いる？食べてない人。これもらってください。おい、食べたい、フィッチ、リアクションしろ。食べたいのやつくれ、食べてない。はいはいはい。どうぞどうぞ。危ない、今の空気怖いよ。めっちゃうまいやん。うまっ。つくね前はやばいだろ。これはえぐいだろ。いただきます。うまー。これうまそうっすね、マジで。ほら。水分高いかな。まあ誰も手つけてないんだけどね。これうま。これうま。牛タン。おお。牛タンいいね。牛タンいいよ。おじゃねえよ。うまそうに。タンもうすぐ。タンはね、そんな焼かないからさ、タンいただきます。はい。いただきます。まんちゃん。うわー。タン食べて。タンまずいだから。ホスト外出40万人聞いてまだいます。見るよ。これスタッフさん開けてあげてください。おお。ピンクじゃん。あ、これ何？待って。開け方わかんない。おいマジちょっと待って、おい緊張すんだけど、これ何。はい、それでは皆さん今日来てくれてありがとう、楽しい夜にしましょう。それではよいしょ。マイクやってほしいです、マイク。何？分かってんの、俺ホストじゃねえんだよ。マイクって何？感謝の気持ちを。シャンパン開けるとシャンパンコールがあって、で、周りのホストがシャンパンコールやってくれるんですよ。その間に姫にマイク渡されて、例えば津田さんのおかげでいっぱいいっぱい毎日頑張れてますって言って、その後担当のホストにマイクが回るんですよ。頭痛。よいしょみたいなやつでしょ。あ、そうですそうですそうです。ちょっと苦重い。はい、今日は来てくれてありがとう。はい、楽しんでいきましょう。ありがとうございます。じゃあ皆さん、お礼をいただきます。乾杯。手が震えてる。合ってないだろ、絶対。焼くことに専念するね、俺は。ポリデンじゃん。お前らに美味しいをね、ちょっと提供するわ。ありがとう、マジで。ごめんね。いい人たちすぎるだろ。いいやつがすぎる。あ、そうか。忘れてた。友達だった。助け合いで。そうかそうかそうか。うわー、ボンちょっと焦げたな。ちょっと待てよ。ないちょっと焦げた。発電性物質。いやいや、これ焦げてない。これ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 焦げてない。後ろすごい燃えてる。おーい、俺いるけど大丈夫。オフ会っぽくなっていいね。よかったね。楽しいならマジでよかった。ねえ、なかなかないな。何人いるの今、何人ぐらいなんだろう。30ぐらい。うん、30ぐらい。さあ3人いいなぁ、テンション間違ってるやつ。俺飲食店始めようかな。幸せなんだけど。楽しすぎるなぁ、マジで。ネギとニラ間違うじゃないですか。そうか。料理できないか忘れた。スマホはなくしてるわ。
女の子が仕切ってるわ。最高ですね。これが配信だから。あのね、楽しんでくれたらいいの。最後の一本。皆さんが酔ってる中で焼き鳥を食べて終わりたいと思います。はい、皆さん。はい、皆さん聞いてください。はい、お開きの時間です。というわけで皆さん今日は集まっていただきありがとうございました。どうぞどうぞ。楽しい時間でさ、皆さんが酔っ払ってね、楽しいとか。なんか、オフ会だったり、あったりしたら、なんか、集まってくれると嬉しいです。また僕に会いに来てください。はい、楽しみにしています。というわけで、一本締めにて、今日の会は終わりにしたいと思います。というわけで、皆さん、いきますよ、はい。ありがとうございました。よーっ、はい、ありがとうございました。